長い上に、初めて投稿するので読みづらいと思います。ごめんなさい。結婚当時から、かわいいかわいいムチコタンを撮った私が気に入らない、テンプレ止め。妊娠した時もうるさかったが、娘だと分かったら、男梅。とこれまたうるさかった。そんなに嫌なら構わなければいいのに、私が出産後、面会時間外にもかかわらず、病院に一人でやってきて、ベビーベッドに寝る娘を勝手に抱き、役立たずを産んで、とギャーギャー言い始めた。反射神経が悪いためか、人に反射的に言い返すのが苦手な私は、日頃から、トメに何か言われたら、頭が真っ白になってしまって黙ってしまう。この時も、娘を取り返さなきゃ。とは思うけど、上手に言い返せず。やめてください。と消え入りそうな声で言うのが精一杯だった。そこに、娘の泣き声を聞きつけたのか、助産師さんが登場。あれ?面会時間じゃないですけど。とトメに言うも。トメは、このバカ嫁、女なんか産んだんですよ。信じられませんね。跡取りを産めってあんなに言ってたのに。女なんて何にも使えやしない。と完全無視で、助産師さんにギャーギャーと訴える。恥ずかしいし、ムカつくし、もう泣きそうになった時。助産師さんが、まあ、お姑さん、かわいそうに。と、口に手を当てて、あわらむような声を出した。女だからいらないって言われて育ったんですか?まあ、かわいそうに。はあ?私じゃなくて。まあ、お姑さん、かわいそうに。私は、女の子でよかったねって言われて育ちましたよ。まあ、お姑さん、かわいそうに。はあ?まあ、本当にお姑さん、かわいそうに。私は女の子でよかったですよ。スカートも履けるし、お化粧もできるし、XX 体だし、こんなに可愛い赤ちゃんと出会えるお仕事に就けるし、まだ、お母さんと腕を組んで歩けますもん。そう言いながら、すっごい自然に、トメから娘を取り上げたと思ったら、ポカーンとする私に、娘を渡してくれた。ね。お母さんも女で幸せですね。こんなに可愛い赤ちゃん産めて。毎日お母さんって呼んでくれて、一緒にお散歩できますね。それとも、男の子が良かったですか?私と目線を合わせながら、そう聞いてきてくれて。そうしたら、妊娠した時のこととか、大きいお腹のこととか、出産の時のことを思い出して、ブワーって涙が溢れてきて。どっちでも、私の大事な子供です。って、涙も鼻水も流して、しゃくり上げながら答えた。そうしたら、助産師さんはにっこり笑って、赤ちゃんも、お母さんが、大事な子供って言って、いっぱい、いっぱい、守ってきてくれたから、すっごく幸せですよ。ほら、お母さんが抱っこしたら泣き止みましたね。お姑さんが、赤ちゃんの価値を決めるんじゃないんですよ。お母さんとお父さんと、赤ちゃん自身が、価値を決めるんですよ。という趣旨のことを言ってくれた。もう泣きすぎて泣きすぎて、おえつが止まらなかったんだけど、助産師さんは、そんな私に付き合ってくれて。大丈夫ですよ。赤ちゃんも、今までいっぱい戦ってきてくれたお母さんをわかってますよ。だから、こうやって疲れた時も、そばで優しく支えてくれる女の子になって生まれてくれたんですね。って、何回も優しく言ってくれながら、寝かしつけてくれた。私を、トメはいつの間にかいなかったし、その助産師さんも、次の日からお休みだったみたいで、その後、私が退院の日まで、とうとう会わなかったんだけど、助産師さんの間で、きちんと伝達してくれてたみたいで、旦那に話をしてくださり、絶縁へと至りました。一度だけ嫁されたけど、何を言われても、まあ、かわいそうに、役立たずって言われて育ったんですね。しか返さなかったら、すごすごと帰っていった。今日、読書をしていたら、あの時、助産師さんが言っていた、XX 体の意味が初めて分かったので、記念書き子。読みづらくてごめんなさい。